当だ。はい、学校でちょっとやっても家に帰ってからすぐやらないから、やっぱりね、ひほちゃんが習い事の日はりみちゃんはこうやって宿題をやってます。もう帰ってきてすぐできないんだよね。しほちゃんはね、帰ってきてすぐ宿題終わってんだよ、うん、やって。りみちゃんはね、なかなかエンジンがかかんないんだよね、やっぱりね。エンジンって何？やる気よ、やる気。宿題やらなきゃっていうこの気持ちが足りないってことね。相変わらずこの嫌そうな顔。ねえねえ、今日さ、プールだったじゃん。2年生になって初めてのプール。どうだった？リミね、うん、入んなかった。入んなかったの？なんで？寒いから。寒いから？え、でもちょっとは入ったでしょ、さすがに。最初は入った。途中で入んなかったの？それオッケーなの、うん、先生が言ったの？寒い人は入んなくていいよって言ってくれたの、うん、今日何時間目に入った？うん、3、4時間目。あ、3、4時間目なんだ。ちょっとギリギリか、寒さ。給食当番だけどね、早くできた、うん、あ、そっか。寒かった？リミ寒かった？めちゃくちゃ寒かった？地獄のシャワー浴びた？浴びた。前より超寒かった。ほんと？さらに地獄だった。だからね、凍りそうになっちゃった。なんか一瞬ビクって止まった。嘘。ビクって止まった。凍っちゃった。なんか一瞬で。うん。ビクってなっちゃった。本当？そんな寒かった？じゃあ地獄のシャワー浴びたからプールはそんなに寒くなかったんじゃない？うん、だけどね、うん、途中からね、なんかプールの水があったかくなってて、うん、あー、そうなんだ。だからその時ちょっとあったかいけど、うん、あの体まで入って寒ってなって、やっぱ寒ってなった。超冷たい。超冷たかった。だからリミね、唇青になってるって言ったら、うん、なってるって言われた。お友達言われた。ほらみんななってた。やっぱみんななってた。今日ちょっと気温そんなに高くなかったもんね。なんで入れたの？ねえ、リミもともとプール好きじゃないもんね。でもさ、家でさ、少し潜る練習してさ、少し自信がついたって言ってたじゃん。でも今日どうだった？入って超寒い。超、もう寒さでダメだった。寒さ、なるほど。ノーノー。宿題やろう。宿題終わりして。そっか、まさかの。そうね、宿題一生懸命やったらポテト買ってあげます。なんで？ダメ、もうこれ一問だったら先にやっちゃおう、絶対また。今ポテト買ってきたら絶対ポテトつまんで倍の時間がかかるから、まず最初に宿題を。ひみちゃん、それをさーって急いでやれば美味しいポテトがゆっくり食べられるんだよ。はい、頑張って。そっか、まさかプールで入らないとは思わなかったわ。え、みんな結構じゃあ見てたの途中から？あ、半分の以上の人がもう寒くてもう途中で痛いや。それでプールに、ね、入ってる人ね、うん、超少なかった。ほんと今日寒かったもんね。先生も無理に入んなくていいよって感じだった。寒い人は出ていいよって言われたんでしょ。そっか。でも変顔ね、するよ、毎日。毎日どこで？毎日1回はする。どこで変顔するの？学校？うん、学校で変顔するの？学校で変顔したことある。一人で？うん。なんで変顔してって言われたの？あ、こんな顔にした。でしたの？違う、こんな顔じゃない、忘れた。なんでみんなで変顔大会でもしてたの？うん、違う。変顔できる人って言われて、うん、でも手あげなかったけど、うん、なんか変顔してって言われて、うん、みんな、うん、それで変顔して。
張れ、あともうちょっと。頑張れ頑張れリー。開始。終わった？素晴らしい。あと終わり？まだまだまだあるの？何？計算カード？今日入ったもんね。もう今週はプールないよね。あ、木曜日ある。また多いね。うん、水泳って書いてあるよ。そっか。次は音読ですか。見てリミ、タピオカのね、つぶつぶいちご。つぶつぶいちご美味しそうでしょ。今ポテトは来るから。はい、先に。これ牛乳？うん、飲んでみる？ちょっと飲んでみる、美味しいから。一口一口。いちごミルクだよ。ほら美味しい。ダメ？まずい？まずかった？まずかった？ナンボチョコレ違うけど間違えてるよ。あ、これね、ウームからもらった誕生日プレゼント、学校にもね、持ってってます。ね、開けるとこ間違ってるじゃん。ちょっと開けた。急いでたら間違えちゃった。ダメ、まずかった。まずい。そっか。おままず。おままず。ごめん、さっきかき混ぜてなかったからだ。そう、かき混ぜたから普通に飲んでみて。美味しいと思うよ、この。ほら、甘い。美味しい。ダメ。あれあれ、ダメだった。どう？いちごも入ってんだよ。どう？いちご。いちごが食べたいってこと？いちごは最後に食べるんだよ。ここに一応入れて。うん。どう？ちょっと美味しい？リミどう？ダメ？ダメ？あとダメ。あとからちょっとダメなの？混ぜたら少し。食べた。混ぜたら大丈夫だった？そっか、美味しいのにな。美味しいの。うん、本当に美味しいの。美味しいよ。美味しかったらやばいよ。あと来たよ、ポテト。うん、よく振ってって言ってた。もういいかな。さすがにいいんじゃない。いや、どうやって食べる？そこを破いて食べる？破いて食べる？いいかな。うん、いいや。そのまま手突っ込んで食べる？うん、破く。下のやつ、今日ちょ1個大きいのしたから、志保ちゃんにも残しておいて。分かった。じゃあゆっくり食べましょう。グミ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 ペア、存じたおやつだ。